はい、酒好きな新潟人の飲酒、元新潟人の飲酒とかです。今日は、またね、一番絞りのね、なんとか作りシリーズ、東京作りでございます。はい、横浜工場製造、東京の誇りを、限定醸造、常に新しくありたい、それが東京の人。東京の皆様と地元のことを語り合いました。東京の人の幸せな時間に一番似合うビールを作るために目指したのは夢に燃える、東京の人を応援する世界に誇れる一杯。香りも旨味も十分な東京のための一番搾りです。東京支社長、高橋なんちゃら、アルコール度数 5%、原材料が麦芽とホップ。いや暑いな今日。暑いなぁ。暑。まあ、だいぶ雨降ったからまだ、マシっちゃマシなんだけど。よいしょ。ちょっと脱ごう。そうじゃ、乾杯。うん、やっぱ千葉作りに比べると、うん、弱いな。香りが弱いな。うまいっていう香りじゃないもんね。香りはおとなしい、酸味もあんまりない。苦味が若干あるかなーぐらいか。若干。苦味がまあでも、そんなにないですね。え、何これって感じ。あれ？これ普通の一番搾りと何も変わんねえんじゃねえの？もしかして。ん？何も変わんない気がする。なんか違うんこれ。全然わからん。千葉作りははっきりと香りが強いなと思ってるのはわかったんだけど、これなんやこれ。これ普通の一番搾りやないこれ。ほとんどわからん。だって原材料もさ、麦芽とホップだけやろ。で、うん、まあでも東京だからあれなんかな。普通の味にしたんかな。普通の味で、普通の一番搾りを実は混ぜていたみたいな感じなんかな。その可能性あるよね。うん。でもこれはさ、一番搾り、47都道府県の一番搾りが当たるっていう、あるじゃん。あるんだけど、それはさ、いいよね。俺もちょっと47都道府県の一番搾り全部飲みたいね。飲みたいけど、これ確かキャンペーンがさ、これどうやるんだったっけ？一番搾り。47都道府県。12点コースが、合計2000名様に当たる。全47本セット。つまり12点コースが一番いいねんな。でも合計2万名やからな。
ついで。2万目はきついで。だってさ、たったさ、これ12枚だよ。これ1点。これ1本の1点なんですけど、500ml だと、1.5 点らしいです。1.5 点ってなんかややこしい。だから12本これ買えば、簡単に言えば、送れるんだよね。で、2万目やろ。無理やで。だって一番絞りをケース買いしてる人も腐るほどいるやろ。なあ、日本には。これは無理やな。んでもって6点コースが、合計8万名様に、12本セットずつ。A セットから E セットまで。あると。なるほどな。でもこれはもう完璧に、あれやろね。無理やろね。無理っていうか、6点コースやったらまあわからんでもないけど、12点コースを、当てないと、結局47都道府県にいちいち行ってられんから、多分これはもう再販されんだろうし、かといって東京で全部売られますとかもないだろうし、やっぱ各都道府県ごとにしかない、その限定だろうからね。かなりこれレア度が高いですよ。となるとやっぱ2万名のやつを狙うしかないのか。8万名やもんな。6点コースは8万名やけど。ああ。ちょっとあれっすね。全部欲しかったな。全部ちょっと飲んでみたかったっすね。マジで。ちょっと飲んでみたかったっすけど。まあぶっちゃけ東京作りはダメだね。普通の一番搾りと何も変わらん。っていうぐらい何も変わんない味。うん。千葉作りうまかったけどね。まあうまいって言ってもまあ香りが強かったっていうだけだけど、まあうまいうまいな。4戦目は当たらんやろな。でも応募してみる価値はあるかもしれんな、47本セットな。だって何たってお前あれやで。これ12本買えば、47本、当たったら47本や。12本が47本に化けるんやで。12本飲んだだけで47本当たりました、みたいな。ってことで、めちゃくちゃいいやん。そういう意味でも、いいんですよ。で、6点コースは6本買っただけで12本もらえるんやから、それもいいよな。うん。まあ、そっちはそっちで、まあ、それでもいいわな。確かにな。うん、47本セットよくは、まあ、あれやけど、まあ、6本買って12本もらえるんやったら、なあ、ええわ、それは。うん。いいなぁ、ちょっと欲しいなぁ。ちょっと欲しいなぁ、一番絞りなぁ。まあ、ええか。俺、こういう、検証は、俺、運ないんで、当たんないっすよね。大体。
未だに当たったことが多分一回もない。コク、普通、ちょっと薄いな。甘み、まあ、香り。うん、これは別におすすめせん。薄い。薄いっていうか、普通の一番搾り。2332です。ご視聴ありがとうございました。